この度総務会長に就任をいたしました小池百合子でございます。総務会は企業で言うならば取締役会、そして株主総会、このどちらも兼ねたようなそういう会議体であります。総務の方々はそれぞれブロック別、期別、さまざまなバックグラウンドを代表する方々31名からなっております。ここで徹底して議論を重ねます。そして結論を出します。で、党の姿勢としてこの決めた結論にはみんな党人として従うということが自民党のこれまでの伝統であります。時には大変な、喧嘩のような状態になったこともありますが、いずれにしてもそこは意見を交わす、議論を戦わす、そして結論を得るという、一種の知恵が働いていたわけですね。かたや民主党を見ますと、どこで誰が決めたかわからないような結論が突然に飛び出てくる。そして結論を出した上でそれから議論を始めるというのが、まあ、お家芸だったと思います。今政府与党となって民主党がいつも混乱しているのは、実は自民党のような総務会がない、もしくは機能していないということがあるのではないでしょうか。この度初めて女性の党三役として、選んでいただきました。今多様性、ダイバーシティという言葉がよく聞かれますが、自民党がこれからも多様性を大事に、そして女性の声も意思決定の場において生かせる、そのことを私自身が体現をしてまいりたいと思います。一日も早く、日本奪還、政権奪還のために、自民党総務会長として頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。